では先ほどスーパーマーケットに行ってきたので、今日も買ってきたものを紹介します。今日は冷凍食品を買ってきたんですけど、家の冷凍庫にストックしておこうと思って買ってきました。で、なんとカレーライスを見つけたので、ビーフカリーウィズライスって書いてあります。カレーライスを買ってみました。500g 入ってるので結構多いですよね。まあ、どんな味なのか試してみたいと思います。ね、これも買ってきたんですけど、パイです。まあ、どんな味かわかんないんですが食べてみます。で、これがラザニアですね。私ラザニアが好きで、で、この間食べたラザニアと同じものを買おうと思ったんですけど、こちらの方がちょっとリーズナブルだったんで、今日はこちらを買ってみました。と、3つとも1ポンドです。で、あとはいつも通りですね、フルーツを買ってきました。あともう一つ、トイレットペーパーを買ってきました。24個入りです。24個入って5.75ポンドでした。5.75 ポンドなので約890円ぐらいです。生活必需品なので買ってきました。で、今日はですね、この後家の内覧が入っていて、ビューイングですね。1軒は決まっているんですけど、もう1軒が急に入りそうで、今お返事を待っているところです。まあ、どんなところなのか楽しみにしております。ではまた更新します。